くにこキッチンへようこそ。いまいちの柿がおいしく変身、柿のキムチ炒めをご紹介します。ちょっと渋さが残っている柿や甘さが足りないなっていう柿、炒め物にするとおいしいんですよ。材料です。豚肉薄切り 150g、 しゃぶしゃぶ用の薄いお肉がおすすめです。柿が1個、甘柿です。キムチ 50g、 だし醤油大さじ1/2、すりおろし生姜小さじ1、ごま油小さじ1です。柿は皮をむいて16等分にくし形切りにします。さあ炒めますよ。豚肉は食べやすい大きさ、5センチぐらいに切っておいてください。しゃぶしゃぶ用の肉はそのままで大丈夫ですよ。すりおろし生姜と豚肉を3分程度、色が変わるまでしっかり炒めていきましょう。お肉の色が変わったら、だし醤油を加えて味を絡めていきます。そこに柿とキムチを加えてあと1分加熱します。キムチはあまり長く加熱すると乳酸菌が消えてしまうので、最後にさっと絡めてもいいですよ。さあもうできちゃいました。5分で完成。柿のキムチ炒めの完成です。カニじゃないよ、柿。このね、柿がすごく美味しいの。ぜひお試しくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。くにこキッチンでした。